やっちゃうよ、大丈夫です。今日もやっていくんですけど、今日はこれ、まあね、遅延のロイジャイみたいな感じですね。でとりあえず今マルタよりちょっと評価が高くなってるロリババを入れた、デッキなんですけど、ボーラーとベビドラとアイスウィズで守りつつ、ロイジャイカウンターして出してきたユニット、まあ、ロリババとかライティングで引いていくって感じですかね。で、まあ、このデッキなんぞやって感じなんですけど、これは、今のグロー3位の、このスティングっていう人、この人が今グロー3位で、前回もね、グロー3位フィニッシュしてて、そう、この人が使ってるデッキで、この実際調べて、この人は、このダミーじゃなくて、このデッキを使ってるんですね。そう。なんで、まあ、多分、今、なんだろう、本当に三重士、ロイホグ三士がいて、あとペッカがいて、あとなんだろうな、そう、ペッカとロイフグがめちゃくちゃ多くて、で多分それの、なんか、見た感じあんま強そうじゃないけど、多分環境メタって感じで、環境をが回ってると思うんですよね。そんな感じなんですね。なんで、多分ライトニングとかで、その、今ペッカに入ってるのエレキとかゴーストとか、そういうの全部ライトニング飛ばしていき、みたいな、多分ここら辺で守るっていうデッキですね。ってことで、マルチ行きたいと思います。まあね、アイスイーズがやっぱ強いんで、3コストのくせに、ポイズンとかでも死なないし、そうですね、ちょっと耐久力高いし、防衛力がめちゃくちゃ高いんで、そうですね、あとボーラーとかかな。あれあるだけで、あれ手札に持ってるだけで工場とかも絶対出せないんで、ホグも出せないし、なんで多分、ホグもちょいちょいいるんですよね、そう。はい。多分基本最初はちょっと待って、アイスイーズあたりでって感じかな。よいしょ。ベビドル切っていいんかな、わかんねえなこれ。多分切っちゃう。よいしょ。めっちゃ逆いくな、とことん逆いくな。よいしょ。なるほど。あ、逆だ。これ後ろ向くわ。あ、これトルネードすればよかったな。失敗。いいてーててーって感じですね。これで。多分、めっちゃ相手入り使って、出すもんないんじゃないかな、普通に。普通にないと思う。はいはいはい。まあ、これ自陣に入ってきてゆっくり、ああ、なるほど。ゆっくりさせてもらえない感じですね、これは。よいしょ。まあ、こいつで時間稼ぎをしていきつつ、まあまあまあ、そんな感じですね。カウンターで、多分自分から攻めるデッキじゃないんで、待って、相手に攻めさせて、トルネとかアイスウィズか、ボーラーで守って、カウンターの、もう、端前にロイジャイ足すだけみたいな。多分そんな感じですね。2倍入ったら、ケツロイジャイで、はい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 。余裕ですよと。これ内側から回ってるジャイなんで、キング起動できますね。よいしょ。で、ランバーがいるんで、まだ出せないんだよね。とりあえず攻められるサイドから、ケツロイジャイかな。ケツロイジャイしてもう一回、よいしょ、ヒュー、とりあえずトルネの恩恵をね受けてもらって、よいしょ。まあこれ受けっすね。これ別にハンターの一発とかどうでもいいんで、はい、びっくりロイジャイ。これ相手回ってると思うんでしょう。処理した後にもう一回ロイジャイ来て、びっくりしてですね、今。はい。で、これボーラー。これじゃあちょっと危ないんで。よいしょ。でででーん。OK。ここら辺の範囲で殴りつつ、これね、被ってると5食らうから嫌なんですよね、正直。
ちょっと穴掘りが邪魔くさいな。まあ範囲攻撃でこうやって殴っていき、前にロイジャイを足すだけというデッキですかね。多分これでロイジャイ出して、もう相手は守れないんで、何かしら出てくるんで、ここで、ライトニング。はい。まあ余裕ですね。強いな、このデッキ。そう。あの、スティングって人のデッキずっと俺、前シーズンとか追っかけてて、あの人結構なんか流行の、なんか結構ね、そういうデッキを使うんで、そう、個人的にね、めっちゃ、まあ普通に前シーズンで7000超えのプレイヤーで3位フィニッシュなんで、普通にやばいよね。やばいよねって話。本当に。まあそうですね、遅延が今でも本当に、なんか遅延ホグがマジで消えてたんですけど、ホグがそういうなんだろう、純正のホグっていうか、あの 2.6 とかそういうのはまだホグのまんまなんですけど、なんかなんだろう、例えば、前あったアウトローホグとか、あとなんだろう、ミニペホグとか、全部そのホグの枠がロイホグになっててね。そうそうそう。だから、なんかホグ結構消えてたんですけど、遅延ホグがね、ちょっといるかなって感じ。完全に消えてたんだけど、やばい、マジで。ロリバーは多分間に合わない、俺の。構えてたらよかった。こっち構えて遊んでたから、間に合わなかった、今。あー、だるいなー。いや、やめとこう。ギリギリできないとベビドラもやられちゃうんでね。どうすっかな。トルネで吸えばよかったな今。よいしょ。とりあえず待ちっすね。まあ、こっちは墓石あって攻めれないんで、こっちにボラやって相手はどっちも攻めれないっていう状況ですね。これで何かしら出してきたらライトニングで全部ぶっこ抜いちゃいますね。OK。まあ、インドラいるだけで相当、このデッキ多分インドラの処理めっちゃめんどくさいんで、今の打って正解っすね、絶対。はいはいはい、防衛は美味しい。これで相手次攻める手がなくなったんで、美味しすぎる。コインドラ回ってないと思うんで、あと1枚だな、多分。ててーん。はい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 。はいはい、そのやつね、そのやつね、はいはい。見た見た、それ。OK。よいしょ。はい、強い。はい、ロリババ強い。よいしょ。とりあえず墓石。なんか足してこないかな。やべ。死なないよね。はいはいはい。これダブルで溶かしていきます。マジで？全然死なねえ。やべえな、これちょっとやばいですね。これで、また相手インドラ橋前に出してくるんで、ここは一回我慢ですね。攻めたいところであるけど、絶対やってくるんで、さっきの傾向からして。これでインドラを処理して、墓石のホグに、ホグじゃねえ、スケに、いろいろ吸わせてから、ででで、これ相手攻めてエリクサないんで、ここで出してきたやつを全部、しばき倒したいですね。おいしょ、おいしょ、おいしょ、もう一発、もう一発、おいしょ、おいしょ、はい、じじい、はい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 と。はい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 と、まあまあまあ我慢
我慢して勝てたですね、今のは。結構強いな、本当に。これラストかな、次。そうですね、多分グラチャレとかで使っても強いと思うかな。そう、グラチャレで本当は使おうとしたんですけど、今グラチャレ0勝で、なんかどんなのと当たるか分かんないんで、とりあえずマルチって感じですね。まあ、マルチの時は相手も程よい強さなんで、まあ、安牌みたいなのがありますね。まあ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 と。そうですね、こういうデッキもね、本当はサブアカで使えるようになりたいんですけど、サブアカがね、ちょっと育ってなさすぎて、2.6 ぐらいしか現状使えないんで、うん、もうちょっとバレルとか上げてね、多分、インフェルノタワーのなんか、他のデッキもやりたいんですけどね。はいはい。まあ、待ち待ちの待ちですね。穴掘りがちょっとめんどくさいですね、多分このデッキ。先にキング起動しないと、後々結構苦しくなるんで、ボーラーかな。多分ボーラーで合ってるはず。墓石よりボーラーの方が良かった、絶対。いや、これダメだな。これ多分もうこれでロイジャイ、あ、まだバレんか。まだジャイワンチャンあるもんな、ライトニングなら。ボーラーとライトニングなら、普通にジャイ、ま、ワンチャンある。はい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 。なんでよ、全然いかんやん。びっくりしたわ、今。ちょっと待って。はい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 、そういう感じね。これここら辺出さないとマジアチェぶち抜かれるんで、やっぱマジアチェ出してきたらちょっとダメージ食らうけど無視して、あー、マジアチェ初心者、えっ、やば、全然初心者じゃなかった、クロードだった。よいしょ、だるいわー、今出すべきじゃなかったわ、最悪だわこれ。守れるかな、これロリババ当てて、ペッカに座れないようにしたいんですよね、これで。いや、強え、ロリババ強え。やばくね、今の。スケ、スケから、スケからいけ、スケから。よしよし。やば、え、待って、ロリババ強くね、普通に。今の熱いな。丸太じゃできないですからね、今の絶対。ちょっと待てよ。はい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 。これでマジアチ相手回ってるんで、何のそれは、よいしょ、遅延でしばき倒していき、まだ待ちますね、まだユニット貯めます。はいはいはい、大体ユニットここでエリ使ったんで、ドゥドゥドゥーン、はい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 、これ遅延でもう一発いかんのかい、ふざけんなよ、マジかよ。ちょっと待って待って待って、ちょっと待って、これベビドラで8枚で処理しちゃいますね。はいはいはい。はいはいはい。ちょっと待って。ちょっとだけ待ってくれ。大丈夫か？よいしょ。危ねえ。よいしょ。はい、起用。これもう放置でいいですね。6コスで。絶対ペッカ出す意味ないんで。よいしょ。遅いですね。そんなんじゃ。うぃー。OK。まあこんな感じで。そうですね、強いな、普通に。ペッカにも勝てちゃうんで。ってことは、環境ですね。ペッカとロイフグが、
そのね、今環境にうじゃうじゃしているんで、まあね、それにも勝てるって感じのデッキですねってことですね。はい、ということで、今日はね、まあこのデッキ紹介したんですけど、ぜひ使ってみてください。ということで、今日は、ね、お疲れ様でした。